3、はい、丸山動物園からお届け、札幌ジーンズ館。皆さんこんにちは。こんにちは。札幌でご活躍の方を1年365日毎日ご紹介しております札幌ジーンズ館、私案内人の福津京子です。そして今日のゲストは経営管理課経営係の向井日奈子さんです。向井日奈子です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。フレッシュな23歳ですよ。可愛いですね。ありがとうございます。本当に、今日は平日の雨の、動物園なんですよ。こちらなんていうのかな、情報ホール。情報ホール、はい、情報ホールからお届けいたします。後ろに動物のぬいぐるみがいっぱいありまして、触ってもいいんですか。はい、全然大丈夫です。触っても大丈夫。抱っこしたり一緒にこう記念写真を撮ったり、まあ、確かに今日も撮影用にこの場所を選びましたが、はい、絵になりますよね。はい、そうですね。このここで写真撮る方も結構いますね。あの写真スポットのいい場所だと思いますので、はいはい、おすすめしたいと思います。ぜひ。はい、今日も向井さんに3つのキーワードで伺ってまいります。ご用意した3つのキーワードこちらです。はい、動物のお世話が好きなんです。子どもの頃に経験した子猫の人工飼育、動物園の楽しさを伝えたいということで伺ってまいります。はい、まず一つ目なんですけれども、動物のお世話が好きなんですということで、動物園で働きたい、飼育員になりたいとかね、そういうのっていうのはやっぱり学生時代に考えた。うん、そうですね。はい、もうちっちゃい時から動物が好きだったので、うん、高校卒業するときにどこ行こうかって悩んだときに、はい、進路に悩んだときにもう動物系に行きたいなと最初から思ってた。そうですね。はい、やっぱ先生からは大学に行った方がいいんじゃないかとかあったんですけど、うんうん、動物系だったらどこ大学なんだろう、酪農学園大学とか。なるほど。はい、あったんですけど、ちょっと牛とか家畜系では自分ではないと思っていて、で自分でインターネットで動物の飼育ができるところはどこかっていうのを探して、飼育にこだわったんですよね、向井さんは。はい、そうですね。例えばこう獣医さんになるとか、うん、トリマーになるとか、はい、そういうんじゃなくって、はい、飼育にこだわった。このあたりまた後ほど出てきますけれども、はい、学校の先生に教えてもらったわけではなくて、まあ、学校の先生当然大学進めますもんね。はい、で先生じゃなくて自分で調べた結果、うん、そこの場所を見つけたみたいなんですけど、特徴的な学校らしくてね。はい、そうなんです。小さな動物園みたいなところがあって、うん、実際に動物を飼育しながら学んでいける学校だったので、はい、ここしかないと思って行きました。どこにある学校なんですか。めぐみ野にある、エココミュニケーション専門学校っていうところなんですけど、はい、ちょっと今名前が変わってるんですけど、はい、そこに行ってました。向井さん行ってた時は、うん、そこはね、ちっちゃい動物園みたいになってたんですか。はい、なってました。はい、いろんなコース、やっぱりトリマーとか、動物看護とかもあったんですけど、その中に動物飼育コースというのがあって、そこで毎日世話をしながら学んでました。はい、あの今もしご覧の高校生とかいるかもしれないから、はいはい、ちょっとそこのまあ魅力というか学んで楽しかったこと。はい、あ、そうですね、やっぱ実際に動物を、うん、と接しながら学ぶことができるので、はい、いろんな辛いことももちろん知れるし、嬉しいことも知れるので、うん、すごい楽しい学校です。あ、そうなんですって。はい、よくまたそういういいところ見つけたね。はい、よく見つけたと思います。ねえ、本当それもご縁だし、本人がもうはっきりと行きたい道があったので、迷わずそこにね、はい、ちゃんとうまくアンテナがピピッといったんじゃないかなと、ね、はい、思うんですけれども、そちらの専門学校を出てどこに行かれたんですか。まず就職したのが那須動物王国っていうところで、そこは動物園とはちょっと違うんですけれど、はい、ショーをやったりとか、ワンちゃんもいるので、犬のお散歩ができたりとか触れ合ったりとかできるところでした。はい、結構ね、あのフレンドリーな、まあ、小規模だけどフレンドリーな触れ合いたっぷりの動物王国だったらしいんです。そうですね。はい、ワンちゃんの世話とかしたんじゃなかったっけ。はい、犬の世話もしてたし、うん、鳥の世話もしたりとか、はい、あとショーのお手伝いとかもやってました。ショーのお手伝いってどんなことしたんですか。アザラシの生態とかを教えながら、来たお客さんにアザラシの生態を教えて、ちょっとやってみてください、どういう感じで。お姉ちゃんお姉ちゃん、アザラシこれどんな動物なんだい。なんかその時間があって、時間があって、時間があって、はい、
いよいよやってみて。どんな感じ？なんかこの動物はアザラシという動物で、どこどこに住んでいますっていう風にしながら動物を動かしてこんなこともできますとかバイバイとかやったりとかしてましたね。はい、で最後にこうちょっと餌やってもらったりして。そうです、餌あげてもらって。あ、楽しいですね。そうですね、すごいいろんな勉強ができたのと、あと動物を飼育だけじゃなくてお客さんに伝えるっていうことも一番学べたのはすごい短い間の勤務だったんですけど、学べたのかなと思っています。はい、面白いですね。あの犬の園内散歩とかもあって、はい、犬のお散歩っていうのもあって、はい、それの説明をしたりとか、犬の散歩普通について歩けばいいじゃないですか。なんか説明あるんですか？なんか散歩バッグみたいなの持ってもらって、はい、でこの中に何がありますと、で、何入ってんですか？おしっこを流すための水とか、なるほど、うち取るビニール袋とか、はい、と20分間だったんですけど、その間はそのお客さんがそのワンちゃんの飼い主になってもらうつもりでやってもらうので、その説明と、あと動かなくなった時はどう動かしてくださいとか、お座りとお手とかできるので、それをやりながら写真撮ったり楽しんでくださいっていう説明をしていました。札幌にそういうとこないですね。そうですね、あってもいいのにね。はい、楽しいかったですね。ワンちゃんこう飼う疑似体験というか、飼う前にこうマナー一通りね教えてもらったりして、心構えとか、面白いですね。そちらにちょっといて、そして縁あって丸山動物園。はい、そうです。実習で、学生の時実習でお世話になってたところだったので、はい、そこで呼んでもらって、さあいよいよ丸山動物園だって、はい、嬉しかった。すごい嬉しかったですね。やっぱり動物園で働きたいっていうのが一番だったので、はい、すごい嬉しかったですね。入って最初はどちらに行かれたんですか？子ども動物園の方でうさぎの飼育を担当していました。はい、うさぎか。はい、ちょうどうさぎ年の時だったので、それで新しく、うさぎをいっぱい、はい、来た時だったんですけど、はいはい、そのお世話を向井さんがされたと。はい、やってました。では2つ目のキーワードに行きたいと思います。